回やろうかな。もう一回いいですか。すいません。コウト君、純真無垢な少年。高校1年生です。2年なんです。もう一回お願いします。 もう一回やっていいですか。
Yeah.
っちゃったー、ね、あれいいですか、トークタイムしてもらってちょっと今ビール買いてる人がいる一人のために、あすいません私の方お願いします。開店してから4ヶ月目ですよとかそういうお話。おめでとうございます。もう半年経ってるわ。もっと通えて。千葉でやってます。あ、そうだ。若いあのギタリストの、ね、昨日の大会の結果を発表した。何何？優勝しました。うん。大会だったの。全国優勝しました。わー。何大会？軽音の。大会高校生のやつなんですけど、ソロギタリストみたいなやつ、あのオリジナル曲で出してバンドでやりました、やばい、売れる売れる売れちゃう後年自慢できんじゃんすげ、あじゃあなんか一節弾いてみちゃって、一節まだですかね、帰ってくるのビール、あ、来た来た来た、
年目にして一番良かった。どうもありがとうございます。成長した。あ、若いエキスギターコートでした。ありがとう。あ、また平均年齢が戻ってしまいました。やばいね。でございます。少々お待ちください。知ってるくせもう一回もやる、もう一回やる。すげえ上手くなっちゃうね。多分we
そこにも